神戸市立たるみ図書館は、日本の兵庫県神戸市がるみ区に設置している、神戸市立図書館の地域拠点館である。2016年度実績では、蔵書数が9万7485冊で、市内11館中第7位ながらも、区の中心駅に近い立地で交通がしべんなこともあり、来館者数は51万2786人で、第4位。 貸し出し冊数は743,170冊で11、館中4位と自然体の平均を上回っている。貸し出し条件等は神戸市立図書館貸し出しを参照のこと。全市として1945年11月15日に開設された神戸市立図書館、たるみ出張所が認められるが、同出張所は、 火災のため開設から2年足らずとなる1947年2月5日に廃止された。その後、1970年代から進められてきた、神戸市内の各行政区に地域拠点館を設置する方針に基づいて1991年11月25日に区役所などの公共施設と合わせ、神戸市立るみ図書館として、るみ駅前のレバンテるみ2番館で開館した。 会館当初から交通の美の良さで幅広い年齢層に利用されており、隣接する赤石市からの利用も見られる。2012年に市内各区の地域拠点館で開設された沖塩文庫では各館ごとに収集テーマが設定されているが、垂水図書館のテーマは生き物とされている。垂水区では自動車図書館、緑号学内4カ所のスポットを巡回しているが、組織上は 垂水図書館ではなく、中央図書館の直下に置かれている。神戸市では2019年12月に発表した人口減少対策、リノベーション、神戸第2弾計画の一環として図書館の充実を掲げ、現在は区役所と併設の扱いになっている、垂水図書館を垂水駅、北川広場に新築移転する方針を発表した。新館の延べ床面積は、 約1500平方メートルに拡充される予定で2022年度の開館を目指している。レバンテ・タルミニバン館には図書館の他にタルミ区役所、市税事務所、勤労福祉センターなどが設置されている。ありがとうございます。